ノリーズ、ルアマガコラボ企画バスビギ動画編。バスフィッシングの最も基本となるキャスト、それがオーバーヘッドキャスト。オーバーヘッドはまあ本当にまっすぐ持って、まっすぐ持ち上げて、まっすぐ下ろすと、キャスティングの中で一番こう真正面にしっかり真ん前に投げる一番の基準となるキャストです。そこで最も重要になるシチュエーション、それはこういう広い、もう周りにね邪魔なものがないような状態でよりね遠くに投げる、そういうことを目的とした時に非常に有効になる、イコール一番基準になるキャストです。重要な部分、竿を上に振りかぶって下ろします。その中でロッドに投げてもらうこと、これが最も重要です。まあ、実際全てのキャストにも重要になってくるんですけれども、竿にルアーの重さを乗せてあげてください。なのでどちらかというと人が前に投げるぞっていう気持ちを抑えつつ、振りかぶってそのまま下ろす、振りかぶってそのまま下ろす、これが基本です。ちょっと投げてみます。振りかぶってそのまま下ろす、行ってみますね。バッチリ竿に投げてもらうことによって真正面から振りかざすオーバーヘッド、これを覚えるとより疲れることなく思ったところに遠くに飛ばすことができます。